岡田監督、超ご満悦、一気にな、いい形になったよな。甲子園100周年で勝った。いやいや、みんなわかってるんでね、もう初回からね、ほんとね、タイムリーもいいタイムリーも出たし、3試合全てですけどね、特に今日はいい攻撃やったと思いますね。ポイントを挙げるなら、やっぱり先制でしょうね。初回ね、点取れて、ちょっと、ツーアウトからね、点取れるっていうかね、それは大きいですね。5回ですか。良いことずくめの試合。な、今日が一番良かったな。今季のベストゲームか、初めてちゃうか、4人が慣れなかったというのは、まあ昨日の今日やからな、そら気合も入ってたやろうしな、後ろの3人もな。ロード帰ってから勝負、それまでは混戦が続きそうか、どのくらいや、残り、3-0切るくらいか、ま、そったらやろな。うん。それまで貯金を増やしていく。いやいや、そんなの積み重ねや、今は貯金とかそんなの考えてないよ。まあ、体勢を整えるというかな、調子悪かったわけ、打順とかいろんな面で機能するようにとか、それがなんか一気にな、徐々に出なしに、一気にな、いい形になったよな。全体的にうまくいかなかった時期はいろいろと岡田監督を否定するようなコメントが多かったが、間違いなく彼が主力を2軍に落としていたり、入れ替えをしたりしていたことに、何か意図があったはず、ここ最近の打線の活発化もしっかり指導した結果なのだと思う。今の阪神は強い。横浜でも3つ勝ってほしい。もともと良かった投手力があるからよ。5点取れれば必然的に連勝は続く。多分これから2点しか取れない時もあると思うが、その2点で勝ってきた投手陣がいるから連勝は続くと思う。監督の言う通り、長いシーズンで序盤に好調で失速するより尻上がりの方がいいに決まってる。雨降って血固まるというか、去年のように今シーズン通して好調で来れなかったわけ。チームみんなで苦しんで波に乗った方が勢いづくってもんです。油断せずアレンパに向かって1試合1試合積み重ねていってほしい。前半戦打線が不調でチームの調子も良くなかったけど、それでもなんとか勝率5割を下回らなかった。だからこそまだアレンパへの希望は十分にある。正直首位争いの相手の広島、巨人は本当に良い選手たちが揃ってると思うけど、なんとか今の調子を保って今年も胴上げを見せてほしい。もちろん熱々になった打線も、熱い中粘って試合を作る先発陣もさすがだし、先発からリリーフ通してこの3試合は丸182、ヘルナンデス090、岡本154とポイントゲッターに仕事をさせてないのも素晴らしい。最高の3連戦になりました。でも首位とやっとスタートラインに立てたレベル、気を抜かずに良い状態キープしてください。ロード終わる頃には首位にいられるといいな。阪神タイガース、甲子園100周年を記念する試合で宿敵読売ジャイアンを3立て完勝、本当におめでとうございます。今シーズンを占うこの3連戦を見事に勝ち切ったことは見事であり、素晴らしい戦いであった。本当にこれから未来の主軸になる前川の応援歌だけはものすごくかっこよく作ってほしい。大山みたいにかっこよくしてほしいな。アトビーズリーはいけるならオフに長期契約を打診してほしい。これだけ良いとアメリカが狙いに来ると思うな。しかも評価の高い阪神の選手やし、なおさらビーズリー安定した投球ありがとう。中継ぎ陣も昨日の借りは返してよかった。岩貞も復帰できてよかったけど、ぶつけるなよ岩貞氏も頼む。野手陣、序盤、中押し、ダメ押し、完璧、ありがとう。ようやく去年の強い声の阪神タイガースが帰ってきた。この勢いはもう止まらないと思います。あえてそこまで断言できるぐらいの状態ですね。すぐにも首位に這い上がっていくことでしょう。前の試合までに反省しなきゃいけない選手もしっかり反省を生かしたピッチングができたし、良い3連戦だったと思う。ここから少しずつギアを上げていって勝負の9月に行けたら良いなと思う。我慢に我慢した甲斐があったね。まさかここで一気に上がってくれるとは。後半戦このまま一番上まで駆け上がりたいね。近本が出て中野が送ってクリーンアップが返す。そこで取りこぼしても前川や木並が拾うといういい形で実に良いね。やはり阪神のポイントは先制と中野の送りバントだと思う。甲子園の記念日に合わせたかのように打線は調子を取り戻した3連戦だった。一種の得点圏で次の打者が凡退しても西からの得点を期待できる。いろいろな打順から得点を望むことができる。ずっと待っていた。首位まで 0.5 ゲーム差。ここからは3立てはいらない。確実にカード勝ち越しができれば必然的に優勝できる。打線が好調なうちに勝てるだけ勝っておきたい。100の日に花を添えた。言うことありまへんがな。調子の上がってきた花のある8には記憶にも球団史にも残る活躍を期待しておま。おめでとう。勝負の8月9月の体勢は整った。去年も8月9月強かったので今年も頑張ってほしい。ファンは単純だから目先の試合に一喜一憂するけど、岡田監督は残り30試合を見据えて戦っているんですね。前川は阪神の宝や、ビーズリーも複数年契約結んでほしいね。ホンマオールスター前までが朝のように爆発力のある打線、中身入れ替わったんか。星に代打失踪としたら星まで打ち出したの笑い。ドン様、巨人の外国人に岡留め変則ウーマン当てて試してたね。 W
マジで強いわ。マジで3択できるとは。首位奪還間違いなし。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。